男性はこんな瞬間に女性に甘えたくなるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。人は誰であれ誰かに甘えたい、そう思う瞬間ってあるじゃないですか。特に男性は男性でね、こういう時に女性に甘えたいなと思う瞬間があるんですね。今日はその瞬間はいつなのかというお話を5つのポイントからご紹介をしていこうと思います。甘えというよりはね、どちらかというとこう依存というか、男性が女性に依存してしまう時、それはねどんな時か、そしてどんな女性に男性は依存するのかという話についてはこういう動画の中でご紹介を差し上げたことがあります。ちょっとね、彼を依存させたいぞという方はね、こちらをご覧になっていただいた方がいいかもしれません。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先が出てますんでね、今日はそういう依存というね、少しこうネガティブなワードというよりは、割とこうね、甘えという、軽い感じでこうあなたに対して、ちょっと甘えさせてほしいなっていうふうにこう男性が思う時ってどんな時なのか、そんなお話をご紹介していこうと思っています。もちろんここでご紹介差し上げる話が全てのケースに当てはまるかというとそんなこともないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションの方にお越しいただければ、あなたの状況や環境、そして心の状態なんかをお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくことができます。下の説明欄、概要欄の方にリンクが出てますので、そちらの方から飛んでいただくとか、同様のリンクがこちらに出てますので、こちらの方からね、ホームページ飛んでいただいて、ご希望の日時にお申し込みくださいませ。ということで今日は男性が女性に甘えたくなる瞬間はこんな時じゃないかしらということで、5つのポイントでいきたいと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、ことを終えた時なんですよね。ことを終えた時っていうとね、なんかちょっと違うあっち方面のね、夜の話かなと思うんですけど、そうじゃなくて、それはあるそれであるかもしれませんけど、ここでは昼間の話でね、明るい世界の話で、何かやっぱり仕事をして、それを何か成し遂げたりとかね、趣味の世界で何かを成し遂げたり、結果成し遂げることができなかったとしても、それを終えてね、がっくりしてる時でもいいんだけども、何か一つ大きなプロジェクトがね終わった時って、はあっていうね、こうビール飲みたいっていう、そういう感覚と同じように誰かに甘えたくなることってあなたもねあると思うんですよね。何かを成し遂げようとかね、何かに対してこう集中している時、例えば仕事でも、ゾーンというとね言い過ぎかもしれませんけど、そのね、こう本当に集中してテンション高まっている状態って、で周りから見るとね、ちょっと無理してるんじゃないかなとかね、ちょっと手伝ってあげようかとか、ちょっと甘えてくれればいいのにって思うかもしれませんけど、当事者としてはいやいや、もうちょっとほっといてくれと、俺は今集中してるんだ、私は今ゾーンに入ってるんだっていうふうに、大体思うことが多いじゃないですか。だからそういう時はね、こう甘えたいとかっていうよりは、それがちょっと終わって、試合で言えばね、一ゲーム終わって、はあっていう時って、やっぱりこう疲れもどっとくるんでね、やっぱりこう誰かに甘えたいなって思う時がある。だそういう時にね、あなたの方からちょっと声をかけてあげたりすると、普通にね、彼はあなたに甘えてくれるでしょうし、これ男も女も逆かな、逆にしても同じですよね。多分女性の場合もね、やっぱりこう何かを成し遂げたりとか、何か大きなものが終わった後ってね、やっぱりこうふっとこう誰かにこう甘えたいなと思うことってあると思うんです。そんな時を狙って彼にアプローチをしていただくと、彼の甘えの感情というのはね、あなたの方にドーンと乗っかってくることがありますよと、そんなお話でした。さあ、そして2番目です。はい、だからこそそうなんですけど、余裕がある時はやっぱりこう甘えたくなりますよね。だから余裕がないから甘えたいんじゃなくて、余裕があるから甘えたかったりするんですよね。だからなんかね、本当に困ってる時に全然私に声をかけてくれないとか、何かね、忙しい時になんか私をほったらかしにされて、私頼りにされてる感じがしないとかね、私って必要ないんじゃないかなっていうふうに思うかもしれないけど、先ほど申し上げたように、やっぱり彼は忙しいからそっちに夢中なんですよね。その時にはやっぱり甘えられないけど、時間があると今度甘える方に対してね、エネルギーを注ぐことができるんで、エネルギーを注ぐっていうとね、言い方良くないかもしれないけど、甘えるにもさ、やっぱりエネルギーいるわけじゃん。そこに向けて思考の、スイッチを切り替えなきゃいけないから、だからそのスイッチをポッチンとこっちに切り替えてあなたの方に向くのに、やっぱり余裕がある時じゃないとちょっとやっぱり難しいこともあるので、だから少し逆にね、彼に余裕がある、休みが
取れているとか、ちょっと時間にね、余裕が生まれていたりとか、もしくはそんなに忙しくなくて、心に余裕があるなっていう時に、何かしらこうね、全然甘えていいよと、何かね必要なこととかあったら言ってっていうふうに言ってあげると、あ、じゃあちょっと甘えてもいいかなとかね、ちょっと甘えさせてもらっていいっていう話になることが多い。だから気を張ってる時とか、忙しい時というよりは、1番2番、同じといえば同じなんだけど、ゆとりがあるからこそ甘えたいなという方向に気持ちが向くことがあると、そんなお話でした。さあ、そして3番目です。はい、これは人によるんですけどね、やっぱりこう手を差し伸べられて初めてこう甘えたくなる時ってあるんですよね。甘えていいかどうかね、分かんないから、それはね、多分男に限らず女の人もね、みんなこれは、同じだと思うんですよね。甘えていいかどうかって分かんないというか、とにかくここは一人で頑張んなきゃいけないんかなとか、一人で、ね、力尽くさなきゃあかんのかなって思ってしまってる時ってあるじゃないですか。で本当に困っていて、どうにもならないんだけど、こうなんとかね自分でこう解決しなきゃいけないんじゃないかとか、疲れてるんだけど、ね、もうとりあえずここは一人で乗り切んなきゃあかんのかなとかね、そういうふうに思ってしまってる時ってあるじゃないですか。他に甘えるっていう選択肢を、ね、忘れてしまってる時ってこれありますよね。だそういう時にこうポーンとね、手を差し伸べられると、あ、そうかそうか、甘えていいんだ、あ、じゃあ甘えたいですっていうふうになることもある。だからちょっとね、あなたから見た時に、あ、この人ちょっと手を差し伸べた方がいいよね、そんなふうに感じることがあれば、ちょっとね声かけてあげていただくというか、手を差し伸べてあげると、その時に初めて、あ、そっか、あ、いいんだ甘えて、ちょっとじゃあいいっすかというふうに、なることもあるのでね、そのあたりはこうね、男の人ってあんまりこう自分のことを言わなかったりとか、割とねこうプライド高かったりとかね、人に甘えちゃあかんとか思ってる人とか結構いたりするんでね、もちろんね、何でもかんでも甘えるような人じゃ困るけど、こちらその時のね画像、それに関連する話の画像が出ているんで、こちらも、ね、合わせて見ていただくといいと思います。こちらにリンクが出てると思いますけど、今申し上げたようにね、何でもかんでも甘えるような人じゃ困るけど、あなたから見た時にここはちょっと手を差し伸べる必要があるなというふうに思う時は、ちょっとね軽く声かけて、押し付けがましくなくね、力になれれば、そんな、純粋な思いから、手を差し伸べてあげると、それはもうね、彼のためにもなるし、あなたのためにもなるんで、手を差し伸べてあげるといいのではないでしょうか。さあ、そして4番目です。あ、これはね、あかんやつです。言ってきます、最初にね。はい、断られなさそうな時ですよね。あなたが断らない女だとかね、あなたが、言い方悪いけどさ、自己肯定感がちょっと低くてね、もうとにかくノーと言わない女だったりすると、男の人はそこにね、つけ込む。男の人みんながみんなそうじゃないけど、クズはそこにつけ込んでいくんでね。また、クズじゃなかったとしても、やっぱりあなたが何でもかんでも OK、何でも何でも断らない、あ、全然私がつらければ大丈夫、私が我慢すれば大丈夫、全然ね、あなたの言うこと聞いてあげる、もう何でもいいよ、甘えてくれて大丈夫ってやってると、おっさんとかね、おっさんに限らず男の人、特にクズ要素の高い人っていうのはそこでね、増長していくので、だからこれは今あかんやつっていうふうに申し上げましたけど、あんまりねこうノーとはっきり言わない人、そういう女性に関わる男性は甘えたがりというかね、そんな時に、あ、この子にだったら甘えてもいいかな、ギラリみたいなね、そういうこうちょっと邪悪な心のスイッチが入ったりすることがあったりするので、それは気をつけた方がいいですよと。もしあなたがね、自分でそういう気配があるなとか、自分でちょっとやっぱり断りづらい人だなとか、とにかくこう自分でクズ男製造機かな、過去の付き合った男みんな私クズ男にしてるかなっていうふうに、心当たりがあるんであればね、ちょっとそういうクズ要素がありそうな人に関してはあんまり近づかない方がいいのと、あとはあなたの方から意識してね、甘やかさないで、難しいとは思いますけどね、時々げんこつでガンってやって、言うこと聞かせるぐらいにしておかないと、割とね話としては悪い方向に向くことがあるので要注意ということです。さあ、そして5番目です。はい、こんな時、男の人は女性に甘えたくなる。本当に心を許した時ですよね。これはもう男も女も人と人、男と女女みんなそうですけど、やっぱりね、甘えるっていうと割と自分の弱みをこうバンとねさらけ出して、お相手に対してこう助力を求めたりとか、お相手に対してね、こう自分ってこんなやつですよ、こんなあかんところもありますよということをやっぱりこうさらけ出すことだったりするわけじゃないですか。そういうところってさ、やっぱ心を許してない相手にはしないのでね、先ほどちょっと4番で言ったようなね、ちょっとこうクズ
的な人だと困るけど、まあ、そうじゃなければさ、普通はやっぱりなかなかね、こう甘えようというふうには思わないし、まあちょっとやっぱり常識なら大人だったら遠慮しますよ。それはたとえ夫婦の関係であったりとか親子の関係だったりしてもね、やっぱりこうお相手のことを考えたりとか、まあお相手にね、やっぱり自分自身もやっぱりそれ甘えてのって言われたら嫌だなとか思ったりするから、いろんな思いがあったりするから、まあ、なかなかねこうドーンと甘えることってしづらかったりすることがある。それは大人であれば多分多くの方がそうじゃないかなと思うんですよ。だけどもやっぱりあこの人には心を許して、本当にこの人には信用できるし、まあ、この人には本当に身も心も委ねられるな、そう思った時って、ね、まあ、男性であれ女性であれ、ね、その人に対して甘えさせてほしいな、甘えたい甘えさせてっていう風になることってあるじゃないですか。だからまあ彼がね、あなたに甘えてもし来てくれないんだったらまだ心を許してないかもしれないし、もし彼がね、どっかのタイミングであなたに甘えるようになってくるようであるならば、あなたに心を許してくれるようになった、そんな風にね感じていただいていいのではないでしょうか。ということでざざっとね今日も5項目ご紹介を差し上げました。まあもちろんねこれだけじゃなくてもっと細かいところを上げていけば、いろんな場面でね男の人もこう甘えたいと思うことってある。まあぶっちゃけ言うとね、多分みんながみんな四六時中甘えたいとは思っているけど、それを表に出せないというか、出しちゃいけない空気感の中で日々みんな生きてるわけで、それでもそのね空気感をちょっと打ち破って、こう自分自身の殻を乗り越えてまで甘えたいな、甘えさせてほしいこの人にはと思う瞬間っていうのは、まあ大概こういうとこだったりするんじゃないですかというような話なので、まあ、あなたが大切な人との関係の中でね、まあなんかこう甘えてくれないみたいなところでちょっとどうなんだろうと思うとき、まあ、こんなところをね参考にしていただけるようであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。